インディアンタイムというのがあります。ネイティブアメリカは時間ルーズです。彼らはよく時間に遅れました。でもいつもノープロブラムです。ある時3時間待たされたことがあります。その時もノープロブラムです。ある時僕が遅れたことがあります。その時もノープロブラムです。そう、彼らの前ではイライラすることの方がおかしいんです。よく飛行機でエンジントラブルで機内に乗り込みが遅れて怒ってる人に言います。怒ってもどうしようもないことを怒るのは子供の心理です。故障があって無理して飛んで事故するのはノープロブラムです。ある時思いました。インディアンタイムは正しい。いろいろ人生の中で僕もアクシデントに見舞われました。でも今生きているからこうやって楽しんで YouTube を撮っています。結果すべてはノープロブラムです。日本人は時間通り動きすぎて大きな事故に遭えば大問題、シリアスプロブラムです。もっと人生楽しみませんか？結果良ければすべて良しです。